中国河南省39万人以上が強制避難鄭州市洪水トンネルで1,000人以上被災かアメリカ高官紆余曲折の訪中中国企業イギリス最大の半導体メーカー買収か。 中国・河南省では至る所で洪水が発生しています鄭州市を含む10以上の都市が深刻な洪水に見舞われています当局が鄭州市を守るために農村へ放水しようとするため修行市の2つの県の39万人以上が強制避難を余儀なくされました 公式メディア「報廃新聞」によると7月21日修幸市洪水干ばつ対策本部は福岡県内の大牢港の東側と浸水河の西側にある全ての村に午後6時までに必ず全員避難するよう命令を出しましたインターネット上では修幸市青果県の県委員会当所記である林紘家の口頭命令も出回っており すべての人を浸水河の東側に移動するよう強制的な措置を取らなければ厳しく調査し処分するとしていますあるチャットのスクリーンショットを見ると22日福岡県住宅建設局は県のすべての団地やビルの管理会社に通知を出し住民に避難を要求するとともに県に属する京や鎮に一時的に避難するのではなく福岡県を離れて 親戚や友人のとところにに行くようにと強調しています人々が避難した地域は当局によっていわゆる洪水貯水池として常に放水先の区域となります当局は人々に移動の命令を下していますがほとんど何もせず「親戚や友人のところに行け」と一言言っただけで人々を放置しています福岡県のの村人の中にには定州市と河南省を守るために 福岡県の70万人以上の人が家を手放し、故郷を離れることになるという人もいます。SNS には家族を引き連れて逃げ惑う人々の動画が投稿されています。今回の洪水の影響で河南省は至るところ悲惨な状況です。中国共産党、中共当局は22日、河南省で33人が死亡し、8人が行方不明になったと発表しました。 しかし鄭州市の人々によると地下鉄5号線以外より大きな災害は強行路トンネルジングアンルートンネルで発生したといいます人々がネット上に投稿した情報によると鄭州市にある全長 4km の強行路トンネルは暴雨の中中が車で埋め尽くされわずか数分で水がいっぱい溜まってしまったといいます政府側は22日の午前になってやっと水の汲み上げを開始しました 河南省定州市の市民は、見て、見て、強行路の下車トンネルがどうなっているか。今は水の汲み上げもできない。中にあった車は動けなくなっている。どの車にもドライバーが乗っていて、人が乗っている。皆家族ごとに乗っている。どうしたらいいのかと話しています。水を汲み上げるとトンネルの入り口が見えてきましたが、トンネルの中、水の下の光景は考えるだけでも恐ろしいことです。 鄭州の一人のボランティアは少なくとも数百台の車が水に浸かっていると投稿しており彼の控えめな予想では死者・行方不明者の人数は1000人以上に上るといいます強行路付近では警察が現場に駆けつけトンネルの出入り口を封鎖しており人々がとどまらないようにしていますまた対台湾作戦の秘密司令部があった鄭州の解放軍情報工程大学の測量学院が 今回の洪水で完全崩壊したといいう噂もありまますがその事実は確認できていません今回の災害を中共当局は千年に一度の暴雨によるものだと強調していますが外部の普遍的な見方として鄭州の洪水は中共当局が警報なしに放水した結果です CCTV の報道によると上流の上層貯水池は20日午後7時の時点で1 3 1 3 1ルの最高水位を記録し 最大流出量は毎秒525立方メートルに達していました推理専門家のオイラク氏は毎秒600立方メートルの洪水の中525立方メートルが貯水池からの放水であることが分かっているつまり今回の洪水は自然に出来上がったのではなく貯水池から水を放出したからだと示しています 中共中央統校の元教授である雑賀氏はツイートで災害状況から判断すると市政府全体が全く何もしていない大災難に直面して市民は自力で救済したり互いに助け合っている中京と政府関係者はどこに行ったのかと指摘しています穀物や原材料アップル製品などの主要生産地である河南省や中国の交通の中心である鄭州市ではロイター通信によると今回の災害により 短期的に商業活動やインフレに実質的な影響を与えることが予想されます河南省で大規模な洪水が発生する数日前にはドイツ西部でも深刻な洪水に襲われていましたドイツ政府は27日第1回目とする緊急支援金2億ユーロ259億円を承認しノルトラインベストファー連州のアルミン・ラシェット首相は 特に被害の大きい住民にはそれぞれ基本的に1500ユーロ約20万円が支給されると述べましたウェンディ・シャーマン国務副長官は7月25日から26日にかけて中国を訪問し天津で中共の王毅外相と会談しアメリカが重大な懸念を抱いている分野や双方の利益が一致している分野について協議するとしています 米中のののが直接顔を合わせるのは3ヶ月以上ぶりのことですウォール・ストリート・ジャーナル紙は7月22日、バイデン大統領の中国政策は前任のトランプ大統領のものをベースにし、さらに同盟国を加えて圧力を高めていると指摘し、今回の会談はバイデン大統領の新しい対中政策を試すものだと報じました。 この訪中の段取りについて双方の政府関係者はある一定の程度においては米中間の難しい関係を処理し10月の G20= 主要国首脳会議期間中に開催される可能性のあるバイデン・習近平会談を含めより高い指導者レベルでの交流の道を切り開くと示しましたしかし右予曲折を経たシャーマン氏の訪中からはすでに米中関係のはっきりとした亀裂が見て取れます 中国側は当初比較的職位の低い外交副部長副大臣とシャーマン氏との会談を手配していましたがアメリカ側は実質的な会談ができないと判断し会談をキャンセルしていましたその後訪中の日程が発表された後もアメリカ側はシャーマンが王毅氏と会談すると主張し中国側はまず謝ー副部長続いて王毅氏がシャーマン氏と会談すると発表していました アメリカがこのような動きをしたのはホワイトハウスの一部の関係者が中共の主要な政策決定者に接触できないことを懸念していたからですなぜなら中共は戦漏発言をますます強めておりアメリカは結果の出ない対話に慎重な態度をとっているからですバイデン政権の国家安全保障会議 NSC でアジア政策を担当するカート・キャンベル氏は上級外交官でさえ習近平の革新的範囲 50キロ以内に近づくこととはできないい述べています元政府関係者や政策アナリストの中にはバイデン政権のこれまでの対中行動はまだバラバラなパッチワークのようで政府は中共政府とどの程度までの連携あるいは対抗の強化を求めていくのかはっきりしていないといいます。 国務省のネットプライス報道官は21日の定例記者会見で米中関係は基本的に競争関係に基づいておりアメリカは競争が紛争にならないように両国関係にガードレールを確保したいと述べましたアメリカ議会に設置されている米中経済安全保障検討委員会のメンバーであるマイケル・ウェッセル氏はバイデン政権の対中政策について明確な方針は出ていないものの 勢いや方向性など多方面から見て彼らは中国政策において強硬な姿勢を保っていることがわかると話しましたイギリス最大の半導体メーカーであるニューポートウェイハーファブ NWF は中国企業傘下のネクスペリアからの買収提案を受けイギリス政府は NWF の資金援助を打ち切りました NWF 社はこれまでに戦闘機のレーダーや 5G 通信ネットワーク用のチップを供給するなど当局と十数件の研究契約を結んでいましたネクスペリアは中国企業ウィングテックの子会社でありウィングテックの一部の株は中共支持者の投資家が保有しているとされまた同社はファーウェイなど中国のスマートフォン企業への供給メーカーとなっています